判定、ある判断基準に従い、ある事象がどのようなフェーズにあるか、どのような作業を行わなければならないか、どのような定義づけを行うかなどを、フローチャートや試験を含む、あらかじめ定めた基準に基づいて行うことである。スポーツにおいて、判定とは、審判員とは別に、試合時間終了時に、ルールにより、勝敗がついていない場合、試合の勝敗を決定することであり、 採点による得点方式、勝者、引き分けを判断するだけの方式などがある。この時、判定する人物を判定員、ジャッジなどと呼ぶ。判定員は特に柔道、レスリング、ボクシング、キックボクシング、K1、総合格闘技などの格闘技で配置され、試合中、審判員は選手と共に試合場に位置するが、判定員は指定の席で試合を観戦する。 制限時間が経過して試合終了となった場合に判定員が付けた判定を発表して決着となる。なお、これらの競技ではレフェリーを、主審、ジャッジを副審と呼称する場合があり、また試合において判定の際にレフェリーがジャッジの一人となる場合とならない場合がある。その他、レフェリーが判定に参加しない競技においてもレフェリーとジャッジを兼任し、試合により、 一方を担当する者も,もいる。さらに、プロ格闘技においては時折、ジャッジとは別に、サブレフェリーなる故障があるが、判定は行わず、レフェリーの補佐役を務める場合が多い。アマチュアでは、有効な攻撃があった場合にポイントが加算され、判定は、その、ポイントの合計で決められる。ポイントは審判員、または判定員が、瞬時の判断で認める。ポイントが、 同点の場合は審判員、または判定員が試合全体を見て改めて優劣をつける場合があり、これを優勢価値という。判定員による場合は主に旗判定が用いられる。プロでは3人のジャッジが試合終了後に判定結果を下し、2人以上の指示を得た方が勝者となるのが一般的である。採点結果がリングアナウンサーに手渡され、それを読み上げて、 勝敗を発表する。偶然のバッティングなどのアクシデントで試合続行不可能となった場合、規定のラウンドを経過していれば判定に入ることもあり、これを負傷判定と呼ぶ。最も広く採用されているのは10点満点の減点方式である。ジャッジは各ラウンドごとに採点を行った上でこれらの合計が多い方を指示する。ダウンがあれば減点され、 それがない場合は相手へのダメージ、クリーンヒット、アグレッシブ度で優劣を判断の上で差がつけられる。双方がダウンしても9から8などにせずどちらか、一方に必ず10点をつける。反則による減点はラウンドではなく試合全体の合計点より執行され、規定体重超過など試合前の契約違反があれば、あらかじめ減点された状態で試合を行う場合もある。 互角の場合は10から10となるが、WBA などの場合、角、ラウンドごとにできる限りポイント差をつけることが求められ、これを、ラウンドマストシステムと呼ぶ。ただし、団体によっては、ハーフポイントシステムを採用する場合もある。ハーフポイントでは、最終的なポイント差が0.5の場合ドロー判定となる。また、WBC や K1 では決まったラウンドごとに、 途中経過を公開する公開採点制度を採用している。トーナメント戦など決着をつけなければならない試合では、ドロー判定を出したジャッジが改めて優劣を出すか、ラウンドマストシステムの延長戦を行う。総合格闘技では、全体の試合展開から判断して、必ず優劣をつけるマストシステムが広く採用されている。英語では判定結果により、以下の故障が用いられる。 なお、グラップリングやブラジリアン柔術、立ち技のシュートボクシングは、アマチュアのように、ポイントを加算する方式を採用している。また、プロレスでは、試合後の判定はなく、時間切れとなった場合は、引き分けとしているが、1970年代までは、他のプロ格闘技同様の判定で勝敗を決めた、試合も存在した。一方、UWF ルールの場合、持ち点制を採用しており、 時間切れとなった時点で持ち手が多い方を勝利としていた。また、写真判定やビデオ判定、人間ではなく機械により判断される場合も判定と呼ばれる。なお、判定に際しては客観性が常に求められる。しかし人間にそれを求めることには常に問題がつきまとう。何かの理由で個々の物件に関して思い入れを持つことは珍しくないし、 その場の状況や判定を求められる者の,の順序などによっても影響を受ける。したがって判定の基準を明確にし判断の妥当性を検証することや判定される対象それぞれに不利にならないようにすることなどが求められる。現に団体スポーツの判定の場合、両者に関わりを持たないものに判定させるのが良いが、それができない場合、両者から同等数の判定を出す。 あるいは交互に判定を出すといった方法をとっている。実際にはこれらの点を勘案しつつ、その中から実行可能な形を求めることになる。しかし、それよりも優れているのは人間の能力だけによらないことだとして、機械を利用して判定することもある。技術の進歩によって可能性が広がっており、写真判定、ビデオ判定、機械による、 計測の結果に基づき得られたデータにより判定を下す様々な方法が行われている。ありがとうございます。